おはようございます。画家のおぎです。第195回の鬼公評会を始めたいと思います。この鬼公評会は、おじさんが皆様から送られてきた作品にあらこうだという企画でございます。えーと、全然皆さん遠慮なく送ってください。初心者の人も、送り方とか、なんか、あの、メンバーシップのなり方とかわからんかったらメールくださいね。えー、こちらのお作品からいきたいと思います。初めての方が4名5名いて、ちょっと最後の方になってしまった方もいるんで、えー、申し訳ございません。名古屋 のターーコさん、えー、ペンネームですねサン・ポール・サンポールバンスの雑貨屋、えー、15号をブレフランスのプロバンスかなバンスに行った時に撮った写真から描きました。 公表しししてていいいたただくくのは初めてになりまますすとよろしくお願いいたしますと名古屋の古典楽しみにしてますということで似顔絵描きキャンペーンやりますのでねえー、ズラ図を買ってもらえたら助かるかなと思いますあの当日も多分名古屋まで残っていると思いますけどねえー、こちらの作品でございますうわすごいですねいやい非常にいいと思いますよなんかよく描きましたね 逆にこれ以上のものを次からこう出してこれるかというぐらいの、えー、面白いですね。こうぐちゃぐちゃぐちゃとした感じが非常に良い作品じゃないかなと思います。油絵ですか で、えっと、まあ、送り方、あの、15号結構ありますよね。送り方とかもうまいこと言ってますよ。写真も綺麗に写っておりますので、あの、バッチリだと思います。本当これ周りのこういう、あの、石、岩、あの、石のこの、なんて言うんですか。そこのところがもうちょっと頑張ってかけてたらすごい良かったでしょうね。お厳しいね。 まあそれが鬼公表なんでねもう本当にここのところのこう岩のところなんかを僕なんかはこうえ下地なんかも塗り残しつつえ周りの岩とかをこう描いているもうこういうところを僕は描くの好きなんですよ楽しいんですよ。 うわ気持ち悪いって感じでしょこんなん楽しいんやって、頭おかしいんちゃうかっていう感じでしょこういうこう、周りの岩、今左の方から書いてってますよ。もう本当にこういうところがカチッとこう、ちょっとそこの真ん中あたりに比べると、えっ、ー、と、まあ雑とまではいかないけども、 ラフにちょっと書きすぎているかなとも。いや、これなら書いてしもうたがいいですよ。絶対これだけのいいモチーフやったりするので、えちょっと今上の方を書いていっているわけですけども、書いていきながら、まあ、暗い色と明るい色を、僕は特に明るい色とか明るい色とかの、えー、とマチエルとかをこう,うまいこと使いながらですね、書、えー、いていったりとかして、えー、ですね、深みをこう出していったりとかして。 周りのところ少しこう、この、岩のね、感じを書いていってみました。ちょっとレイヤーというのを外してみますよ。左の方とか中心に書きました。グッグ。これぐらいになっててもいいんじゃないかなと。で、まあ、例えば、あの、例えばなんですけど、中側を暗くこう見せたりするっていうのもありかもしれませんよね。あ中側を明るくね。ごめんなさい、今間違えました。 で例えば、あこう油絵やったらば僕は本当にこう透明層とかうまいこと使ってボコボコとしたマチエルに少しこうグレージングって言って、えー、フランス語で言うとグラッシーって言うんですけどちょっとこう深みを出してあげて外側を暗くするみたいなことをこう例えばしてあげたりとかすると真ん中のあたりにバーンとこう光が入っているような感じとかっていうのを描けたりとかしますので えー、ちょっとこうお周りのところまで本当にやってあげたらでそこにまたこう白いこう絵の具明るい絵の具とかをよりこうですねビュ、えーッとこう描いてあげたりとかして複雑にしていったりとかするという油絵の具の本当にこう特性みたいなのを生かされていってもいいのかなともすごくこう良くなりそうなねありますかねこれ以上のなんかあモチーフとかありますかね、えー、そこのところがちょっと心配は心配ですけども <laughs> この辺りを少しやってみたら真ん中の辺りにより、より目が行くようになっていくかなと。書かないで見せるというより、書いてなおっていうふうに考えてみてはどうでしょうか。えー、次の作品に行きたいと思います。こちらの作品でございます。おおなかなかね。えっ、ー、と、な、ないさん、三重県の70代の女性ということで、摩天楼 F15 キャンバス、油彩。えー、面白いですね。秋瓶等を摩天楼っぽく描きました。 何ですかこう、ま、天狼、こう、ビルジングみたいな感じえー、ニューヨークのこうビルジングみたいな感じようわかりませんが、えー、笠井誠一先生ですね、を参考にしました。へえー、そうですか鬼鬼鬼でよろしくお願いします。笠井先生、僕、固定したら大体来てくださるんですよ。すいいくつぐらいだなったんかなねえ、なんかもうずっとこう来てくださるなぁと。えっ、ー、と、こちらの作品ですけど、鬼鬼鬼でということなんですけど、 あの狙っていることとかっていうのはすごい面白いなというふうに思いますよ。まあ本当にこういう仕事っていうのはもう構成まず第一次は絵の具の塗り第二です。もうこの二つやと思ってください。で構成っていうのはどういうことかっていうと例えばこういうのを見ててもえー、っとお白貝かな。例えばここの本当に絵の中でここで良かったのかとここで良かったのか ここで良かったのか。で、この、この式面で良かったのか。この面積で良かったのか。ね、えー、この面積で良かったのか。こういう赤の面積で良かったのか。 本当にそういうことに対して、どれだけこう、まず、えー、すごくこう、ストイックになれるかということが大事です。で、まあ、ま、天楼ということやから、ビューとこう、立っている雰囲気みたいなのが出ているんですけど、本当にその、例えば隙間一つのこう、形、えー、とかが、これで良かったか。で、次に、第二には、色彩です。色彩。 で本当にこれで良かったのかっていうところがあ自分の中でこうできているかなっていうことですね。で例えば僕なんかやったらこういう,こう赤とかの塗りなんかに関しても地面のとことかもうこう絵の具をやっぱりですねしっかりとですね、えー、と混色してですねもう本当にこうですよとこう置いていきながらあー輪郭とかからこう形を決めながらですね 本当にこう絵の具のタッチとかを丁寧に残しながら,だから例えば系列で言うともしかして熊谷森一先生とかもそういう系列に入ってくるかもしれませんのでその一つ一つのこう塗りみたいな塗り方一つとか絵の具のこうねこれなんかこう赤にするか青にするかなんか迷ってる感じに見えたりするとで本当にこれで良かったのかなとかっていうことのこう迷いが絵の中に出てはいけない。 で例えば後ろのこれなんかも初め多分白にしてたんでしょうけどおちょっとこうどうしたらいいかなっていう感じなんか青を混ぜてるような感じがするんですけど、ね、ちょっとこういうところもなんか本当にこの輪郭のシルエットで良かったかなとかわかんないですよ。もうこの方自身がそこは決めやんといかんのですけど輪郭一つにしても外側からこうね形とかを決めつつ輪郭のところの中のこう。 で例えば瓶の形とか別にこう多少こう、ね、絵の中でこう操作していいわけですよね。例えばもうちょっと細くした方が面白いかな思ったら細くしてみようかなとかあグラスのこうところにあるこう色とかをこうしてみようかなとかしてみようかなとその本当にこう緊張感みたいなもので勝負せなあかん絵なんですよ。 ただなんとなくこう塗ったくっていきましただけじゃダメでそういうこう例えばこのトランペット一つのこう形でも本当にこれぐらいがいい一番いい形やでっていうのをこう探りながらこうやっていくということを、えー、緊張感を持ってやっていってほしいなというふうに思います ものすごく抽象的な話をしてるんですけども、本当にこう絵を描く上において非常に大事なことかなと思いますので、えー、っと、いい形、いいシルエット、いい色彩、その色面みたいなのが本当にこのところ、ここで良かったのかなとかっていうことを、まぁ、あ、ち,ちょっとだけいじりました。どこかなって結構いじったんですけどね。 その言い切りの強さみたいなのが、絵の勝負を分けるポイントになってきますので、えー、僕なんかやってもうちょっとこう赤い面積として上の青い面積とか白い面積の面積比みたいなのを変えてあげたりするやろうなと。どういうふうに変えるかっていうのはなかなかこう断言できないですけど、まあまあ例えばこ,うこの辺のにしてあげたりするだけで赤い下の面積みたいなのがちょっとこう違って見えてきてとかですね。 その辺っていうのはこういう絵っていうのはズボーンとこうい,い言ってあげないといけないというかねその辺の難しさみたいなありますよねこれぐらいにしてみようかなとかあーはいこう瓶の左側の瓶の形なんかももしかして、えー、もうちょっともうちょっとこう意図的に細くした方がおもろいかなとか。 そういうこう試行錯誤みたいなものみたいなのが絵の中で、えー、見えてこやんといかんかなというふうに思ったりとかします。なかなかこう難しい話ですけどね。ねもちろんモチーフの中に置いている色なんていうのもお本当にこの色で良かったかなっていうのが、えー、で,ですね。じゃあもしかしてここの、えー、手前のウイスキーのおーウイスキーかなんかわからないですけどもうちょっと明るい色面にこうしてあげようかなとか。 なんかねわからんどういう理由でかはちょっと何とか僕は説明が難しいんですけど少しこう明るい色面のでそのこうグリーンみたいなのもう少しこう幅広くですね、えー、置いてあげて面白いでしょ。 でもなんか絵になってくるというかですね、えー、その言い切り、自分の中の言い切りみたいなのがちょっと、だからどうしてもこう写実的に書こうとしてしまう部分が出てくるんですけど、このあたりというのをどういうふうに自分の中で消化していくかということを少し考えられたらどうでしょうか。次の作品に行きたいと思います。こちらです。おなかなかですね、面白いですね。<laughs> えっと、ペンネーム KD さん、ロンドン在住、地質学者の肖像。永縁の神に、えー、木炭、えーえー、パステル、チャコール、ペンシル、アクリル。一時帰国した際、たまたま行ったマチス店で見たああ、木炭が印象に残っていたああ、帰ってこられてたんですね。私も挑戦してみました。木炭のカスというか、木炭の小さな粒子が白い神の上に落ちた姿が大変美しいと思ったんですが、吹き刺し法を吹きつけると、その粒子も吹き飛んでしまい、定着しません。何かいい方法はないかと考えてみました。 あ透明アクリルスプレーを拭いてまだ濡れている間にャコペンを紙やすりで削ったものを振りかけ、えー、その後もう一度お透明アクリルスプレーを拭いたら定着しました <laughs> いい方法を編み出したということですねお願いいたしますということでいやなんかあの非常にあの面白い,あのい,い作品やなとなかなかこれぐらいこう言い切っていくっていうことは一般の人は難しいですけどお非常に言い切りのあって日本に帰ってこられたんですねなんかね もう戻られたんですかまあこのデッサンに関してどうこうという感じではあのもうこれねもう出来上がっている作品やなと思うのであまりこう言うつもりはないんですけどなんかこうピシャッとこうあれ今抽出した色が変やったかな。 シャッシャッシャッ。なんかこう、かっこよくこう、消しゴムみたいなのうまく使えてもいいかなと思って、まあ消しゴムとかで、えやったりとか、また殺筆でやったりとか、消しゴムでやったりとかしながら、こう、複雑にこう、画面をしていって、まあなかなかこう、もう、出来上がったちょっとこう、出来上がったっていう感じの絵やと思うんですけども、 外側からビュッと顎をこう決めてあげたりとか、あ単調になってしまった線をまた消しゴムでこうバッバッと消してみたりとか、えー、画面のこう構成的に動きを少しこうつけてみたりとか、なんかこうそういうのをこうしながらどん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 書き込みも複雑にしていくということもされてみてもいいのかなと。 でも出来上がってるっちゃ出来上がってますもんね KD さんは自分の作風みたいなのがあったりするから自分のあとは世界観ですねあるような気がしますよねでまたこうそこから消しゴムつみたいな気持ちで少しこうねちょっと細すぎますねこの辺が難しいですけどねピュアピュアピュアもっと透明感ってピュアップピュアップピュア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 ップップピュップピュップ まあえ,えっと黒,黒あの木炭と鉛筆とこう,うまくこう使いながら、えー、ですね取ったりつけたり取ったりを繰り返していってみても、まあ、このタイプの絵やったら面白くなっていくんちゃうかなと思って、えー、やってみました。レイヤーちょっと外してみまますすよよ結構変わりますよねでっでって もう本当にこうキュビズムに近づいていくような感じがあっても面白いしなんかまあマチスなんでねフォービズム的な野獣派っていうふうに言うんですけども野獣派まるで野獣のようだってねあのー、あれが。 こうベターと顔に緑色のこうなんか線が入っていて、それを見た評論家かなんかが言うたんでしょそういうの、山田五郎さんの YouTube でちょっとなんかやってたような気が、僕見てないですけど、皆さんもね、そういうの参考にされて、野獣派って何って感じですもんね。だから、その影響みたいなのが強く受けているのが、梅原龍三郎とかね、えー、日本の1960年代ぐらいの作家さんとかにいたりしますけども、 ちょっとこう、ジャコメッティ的なデッサンにもなってきたような感じがして、えー、だいぶ複雑になってきて <coughs>、ね、ちょっとイラスト的なものからちょっと貝汗を帯びてくるような、なんかそういうようなあ動きみたいなのがあっても面白いかなと思います。はい、次の作品です。 感想ですね。こちらの作品です。ふぃこれもまたなんかね、だいぶミニマルな感じで。わ、面白い。いい作品ですね。お世話になってますと、コンクリート壁にほとんど散ってしまったツタのツルと影が面白いと思い描きました。壁のマチエルをかっこよく描きたかったんですが、思うようにいきませんでした。ツルもいい影になってしまい、まとまりのない作品だと思います。どうしたらもっとかっこいい絵になるか、ご教示いただければと思います。ということで、えー、っと、まあ、ここにヒントを自分でこう書いてあるんですけどね。 マチエルとかは、まあ、例えば、えー、作り込んでいくということもできたかもしれないんですけど、僕はこれね、どこやろうね、えっと、マチエルがかっこよく描きたかったと、マチエル、壁のマチエルをかっこよく描きたかった、思うようにいかなかったということなんですけども、 あとはツタのつると影が面白いと思い描いてみましたとだこの2つですもんね。でマチエルというかこの僕よく言っているんですけど質感っていうのが出るところっていうのはまあ例えば光ちょっとこれ光があのバーンと僕当たってるけど光と影の間とかの両線のところとかっていうのが出たりとか落ちている影のところとかっていうのも 地面に落ちているとかね、壁に落ちている。そういうところでもこう、えー、っと、質感って出、て出やすいというか書きやすいんですね。で、これはどっちかというともう壁とかのマチエルに関してはやっぱりこう自分なりに作り込んでいかんといかんんですけど、影やったんちゃうかなと。で、どれが影で、どれがあの影やないかというのはちょっとわかりにくいので、 ちょっとすみません、どれかわかんないですけど一旦、えー、と不透明にして、えー、一旦少しこう、えー、と影かどうかわからないけど少しこう消去させてもらって、えーね、どれが影かそのツッツタの影というどれやあこ左側に落ちてるね。 そうかわかった。<laughs> この子左側に落ちてるこのツタのこ,うこの影みたいなのをいかにこう描けるかということがポイントやったんですね。今回の絵はね。そうかそうかあ。この辺にもちょっとあるな。まあ、ちょっと下の方だけでも少し、えー、手直しをしていこうかなというふうに思うんですけども。ピッ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 ピピ。もう本当にこう、この辺の色抽出して。 物に接しているところに近くなってくれば、えー、濃い色になってきて、ね、近いところは濃くなってきて、で少し離れてくると大きな光になってきて、そういう,こう影の揺らぎみたいなのを強く見える、弱く見えるとかっていう、強く見える、弱く見える、こうこうそういうところをこう丁寧にこう追っていくしかないです。はあ。 多分ないです、えー、それが一番かなでそれがこう斜めに落ちているんやったら斜めに落ちているというような、えー、感じにそれで影をそういうふうにこう、まあ、僕やったらこうちょっとこう、えー、透明色とかあう少しこう半透明ぐらいのちょっと白とかを入れたような感じとかでふわーっとかふわーっと書いていたりしますちょっとこう下に落ちたような影ね 例えばこういうところをこう叩き筆みたいなんで塗った絵の具をポン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 とか叩いて、えー、少しこうフォローしてみたりとかしたりとかですね。ええー、って感じ。ねちょっとレイヤーを外してみますよ。でこのやっぱ影落ちた影というのにどれだけこう自分の面白さみたいなのを持ってこれるかなっていうところがあーまず大事かなと思います。 でまあ、あとは壁のこ質感みたいなのは一般的にはあのえ、えっと、絵の具に関してはパレットナイフとかペインティングナイフとかって呼ばれるものぐらいしか思いつかないと思うんですけども例えばその辺にあるものをペタッとくっつけてみて剥がしてみたりするとペリペリペリとした感じになったり例えば銀紙かなんかをグチャグチャっとしたりこうサランラップグチャグチャっとしてポンポンポンとするとグチャグチャっとなったり、えー、例えば僕なんかはあの100円ショップのスポンジかなんかの,あの粗い方とかでだん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 とやったらザラザラっとしたり とかいろいろそのただペインティングナイフとかパレットナイフでただペタペタと乗せていくだけじゃなくてマチエルとか絵肌の作り方っていうのはいろんな方法がありますのでぜひそういうのも試されてぜひこう影とかいいところあの着眼したと思いますのでねはい頑張ってください次の作品こちらでございます <laughs> この方ほんといつもね、75歳、6歳のね、本当に JJ さんあ、すごいですね。アカンサス、ハあざみ、ウォーターフォード、ホワイト300グラムとホルベイン、透明水彩。22回目。おすごいですね。ちょうど22回目っていうことは48週あって月2回やから、48週じゃ十12ヶ月で2回だから24、1年間で大体二十24回あるという普通に考えた計算なの。 かなえー、ちょうど昨年のこの頃初めて鬼公表に参加しました。わすごいですね。前回を含め2回パスしたので、えー、解禁賞あれば逃してい,い,います。 会見があれば逃していると前回を含めて2回パスしたといつも通り。いつも通りかかる京橋川沿いの遊歩道脇にあまり見かけない印象的で大きい葉の竹もある草花がありました。えー、調べてみると、アカンサス、葉アザミですと。 アクリルで描いたんですか絵の具を使い慣れないせいで中止。今回、透明水彩で描き直しました。中継を横に通る青い帯は、山陽線と、干潮の、なんていうの猿の、な、何これ喉じゃないよね。なんとか川をまたぐ高架橋ですと、ご講演をお願いしますと。送った画像上では、やはりコントラストが強調されています。もう少し穏やかな絵だそうです。 本当にね、めちゃくちゃ上手で、めちゃくちゃこう、あのね、足しちゃうなと思いますよ。別にこう、マスキング液とかも使ってないのかななんかそれぐらいに見えてきますよね。本当にそのなんかこう、微妙な柔らかい表情とかっていうのが多分本物で、ね、はあるのかもしれないけど、そういうところがもう少し見えてきてほしいなっていうのと、奥をせっかくこう書くんやったら、その前後関係みたいなのがもう少しこう出てきてもいいですよね。出てくるためにはどこいじってるかってこの辺いじりますよ。 よいしょこの辺、この辺いじりますよ。この辺だけでも、あの、いじってあげて、少しこう手前にグッとありますよっていうのがわかる状況を作ってあげたりとかすると、ねえ。 いう少しこれがあ,ありますよもうこれだけね,ねちねち細かく描くんやったらね前後関係みたいなのがキュッとこう出てくるように描けてきたりとかあ大きなもうちょっと作りが初めの段階で少し見えてきたりとかしてもいいのかなというふうにもうどうしてもこう塗り絵的になってしまうというかまあそれは悪いことじゃないとは思うんですけどちょっとだけ土台みたいなのがあったりするとこういう前後関係とかがキュッとあったりとかするだけでですね 少し、えー、こういうとこもこうめちゃくちゃ細かく書いてますもんね。この辺だけでも少しこう前にあるような雰囲気に書いてあげたりとかすると、前にぐーっと見えてくるというような雰囲気ありませんかね。ここだけでも。全部がこう後ろと埋もれて見えるんじゃなくて、一箇所だけでもぐっとかとで、ちょっと大きな作りという点で言うと、少し、 あのうん、一個一個の中でも細かくですね前後関係をちょっと出せるところは少し出してみたりとかして、まあ、なかなかねその遠近感みたいなのを出していくと今度は描写の方がなかなかこうねもうせっかく書いたのにと思うかもしれないそのためにこう前後関係みたいなのをちょっと初めに大きくこう作れるようになっていかれたら <laughs> いいのになとどこかいたかということを言うときますけども、えー、この辺り書きましたこの辺りこの辺りねこの辺り書きましたよ。お ちょっとこう、花が前にキュッと出てきませんかそうすると、こう、後ろの方から、ちょっと前に全体がこう、出てくるような感じに見えたりすると思います。で、こういったこう、ちょっとこう、前後をしっかり前に出して、えー、静かな世界を作って、前にこう、前あの、ものを出してあげるとか、こういったことを少し覚えられていくと、もっともっと良くなっていくと思いますよ。もっとこう、大胆に行きましょうかね。ギューっと。 例えば下の方なんかももうちょっと暗い色面みたいなのを少し例えば画面の中にこうパッとこう見た印象みたいなねパッとこう見た時の印象で暗い色面みたいなのがポンとあって明るいところがあってみたいなのが絵の中でこう少しこう整理されてきたりすると整理ってね難しいけど整理するっていうんですけどねえ少し下の方も暗い影の中にちょっと落とし込んでみたりとかした。 っていうようなこと、少し覚えられていってもいいのかなというふうに思います。はい。素晴らしい作品だと思います。 えここでお知らせです。皆さんも鬼高評価に出してみませんかあ鬼高評価に出すにはメンバーシップの会員登録が必要となっております。メンバーシップになるには本チャンネルですね。皆さん見ているのはこれサブチャンネルの鬼高評価と言い,いましてえ、本チャンネルの方のメンバーになるというところがございます。えー、こちらから入っていただいて、えー、メンバーになっていただければと思います。ちょっと詳しくはあこちらの動画とかを上げておきますので、よかったらそちらをご覧いただければと思います。 と思いますそれでは本編どうぞ待ってます次の作品こちらでございます、えー、これ面白いね上、えー、面白い <laughs> えっとこちらの作品ですね奈良の大屋さんですアクリル f 85ハーバード大学ハーバードに行ったんですか10年ほど前ハーバード大学を観光市場奈良の大屋さんは ハーバード大学卒業ということですね。えー、撮った写真をもとに、ハーバード大学主席で卒業した時に写真をもとに描きましたと。秋のやや影が長くなり始めた季節かと思いますと。えー、光と影の表現をしたかったのですが、ざわざわしてしまいました。ざわざわ。何ですかざわざわ。ザワザワザワ てで、何ですかね。えー、の、漫画の怪示かなんかでザワ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 と言うんですよね、えー。光と影の表現した方ザワザワしてしまいました。よろしくお願いいたしますということですけど、何がザワザワかちょっとわかんないですけど、僕面白いなと思ったのは、ここ、やっぱ光と影のこの表現ものすごい面白いなぁというふうに思うんですけどね。えー、っと、んここ、ここめちゃくちゃ面白いじゃないですか。これめっちゃ、この椅子のところも僕の中含めて面白いなぁと思うんですけど、 このピンクのおっちゃんこのピンクのおっちゃんとか、このもしかして洋服の白さとか、この,この木、キのこの椅子の色とか、えー、もしかしてこ,この人かもしれないけど、この色の選択とかだけでもちょっと違ったら、ここの木のところの表情というのがもう少し見えてきたと思うんですよ。で別にそんなにこうオーバーに、えっと、前後関係を出さんといかんっていうわけじゃないんですね、別に。 出出ししたい人は出せばいい人はせばと思うしこの前の人なんかは少し僕は出した方がいいかなと思ったんですけどこの人に関してはもしかしてこのねもちろんピンクの服着ていたでしょうけどもねえ絵の中でここまでこうサイドが高かったりするよりは若干こう抑えてあげた方がもしかして、えー、この絵の大事なポイントに目が行くんちゃうかなとかこの白さみたいな洋服も少しだけこうですね 少しだけこう抑えてあげたりとかあちょっとこのオレンジ色の何ですか、えー、椅子みたいなのの色をもうちょっとこう渋めの色に落としてあげたりとかあしてあげるだけでも印象変わるのになとすごいその辺がこう絵が、ね、ちゃんとこう見えてたらこの辺はちょ,ちょちょちょっとやってあげてど,ど,どないでかピュッ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 。 印象変わるんじゃないですかどうですかピュッピュッ。これだけでもだいぶ印象違いますよね。そしてこの後ろのハーバード大学主席で卒業されたということなんですけど、おっちゃんの足なんかももうちょっとこう沈めてあげたいような気がしますよね。そんなにこうオーバーにやることはないんですけど、ほんの少しだけでもおっちゃんのこの白い靴下とかも若干ね、汚れた感じにしておこうかなと、えー、汚い靴下にしとこうかなぐらいの気持ちで、ほんの少し色を落としてあげるだけでも、 こうパッと引きで見たときにハーバード大学を主席で卒業したというこう感じになっていくわけですよね。で、ちょっとこういうこう嘘みたいなの、ここめちゃくちゃ面白くて、うわ、これだけで絵になるし、いいなと思うんで、皆さんもこういうことにちょっと気づいて、こっちのおっちゃんの方もね、すね毛を少し足して、うちのチビがよく私のすね毛をグリグリとしてなんか遊んでますけどね、お兄ちゃんの方が、ちょっとこう色をほんの少しこう抑えてあげたりとかするだけで、 あの後ろの方の木漏れ日の方とかに。で、このなんかもしかしてこの後ろの方のこの木ですね。木のこの色みたいなのを、がもうちょっとこうキラキラと光ってくるように木々のところに当たってくるような気持ちでもう一回こう不透明の絵の具かなんかで、えー、描いてあげたりとかすると、ね絶対もっと良くなりますよ。 ね、ちょっと後ろの方の木々にこう、このぐらいの嘘はどーんとついてあげて、ね、おっちゃんにちょっとすね毛を増やしてあげようかなとか、あまりこうシャツを洗ってない雰囲気にしたろうかなぐらいのことは、ね、関西の人やったら全然やった方がいいと思いますしね、もう本当にこうね。 僕らが小学生の時ってまだなんか昭和の匂いが若干あってね、うちのちびのタンクトップとか伸び伸びですけど、あれでさすがにこう幼稚園とか生かすのはまずいなとは思うんですけど、私たちの子供の頃、意外とあんな子たちね、学校まで来てましたよね。はい。<laughs> ちょ、ちょ、どうですかぺっぺっペ見え方変わったんじゃないですかちょっとこういうのは本当にこう自分の絵を見てあげるということ、本当にこう左右反転してあげて、ね、 こうピンクどうだ前にある綺麗やろうと押さえた汚した後ろの森とか光の方に目がいったねこういうことを覚えてみてください次の作品でございますこちらでございますおお何か見た顔やな、えー、こちらの作品ですね えっとトム1957 3人物、えー、油絵絵の具 F45 ありがとうございますあメンバー限定の写真こうメンバーになっていただくとそういうこう、えー、と写真なんかも私があのメンバーの人だけに見れる写真とかもあげておりますのでやみくもにね拡散されても困ることありますからね、えー、油絵は人物ほぼ初めてすごいですね1年半動画で勉強させていただいて先生の人物の描き方の動画を見返しながらトムさん描けるようになってきたとおー 勉強させていただき方がもう少しでも身になっていればいいですがやはり集中が続かなくてどこがか雑になってしまいましたやはり油絵楽しいですねこれからも勉強させてください毎週土曜日のライブは大変楽しみなんですがうわ午前仕事あるので10分ぐらいしか見れないねまた違う日にね可能やったらできたら <laughs> と思いますけどねとりあえず土曜定例にしてねまた日曜日ぐらいもできたりとかね、えー、こちら作品はすごいいいですね素晴らしい本当に油絵のあのー ね、良さが非常に出ているなと思います。まあ、人物の場合は本当にう鏡通して反転させてあげるっていうことは絶対こうしてあげた方がいいですよ。 僕なんかほんと鏡通して反転させてあげる。そうするとちょっと例えばこのエッジの強さとか、なんかここのこう距離感の長さみたいなのが、ちょっと僕なんかには気になってくるんですよ。で、そういったところっていうのは、まあもちろんモデルさんがそのままやった、そうやったって言うかもしれないけど、ほんの少しこうちょっとこう、えー、僕なんかを変えてあげるところは変えてあげてもええのかなと思っております。少しね、こうビューと。 少し例えばとかほんの少しこう、えー、形の稜線の位置みたいなのをね少しこうもうちょっとこっちの方まで持ってきてあげてーとかっていうもうちょっと赤みがかったような色が欲しいなと思ったらこう紅の方から持ってきて、えー、少しこうねブーでやっぱりこう影、えー、あちょっと最後のよくなかったよいしょ で、暗い、ちょっとこう、髪の毛をもう少しだけこう、こちらの方の位置に、ほんの少しだけでもこう、前にしてあげたりとかすると、よりこう、自然な人体になってきたりとかするんじゃないかなと。で、私なんかは、この段階で、思い切って、思い切ってっていうか、もう写真そのまま書くんじゃなくて、 こういうところとかの、例えば色を、もう少しこう変えてあげたりします。自然の中に、これが背景が緑とかやったら、あちょっとそういう,こう緑とかのお色とかを、お油絵の場合ですよ。えー、少しこう抽出してあげてこ、これめっちゃ慎重に行かなあかん仕事なんですけど、お少しこう反射光と呼ばれるような顎の下とかに、そういう,こう自然のお緑が反射してくるような感じとかっていうのを、よいしょ。 少しほんの少しこう差し込んであげたりとかするだけで意外とこう自然に見えてきたりします。でちょっとこう、えっと、レイヤーを一旦外してみますよ。ジョンジョン。そしてこちらをまた反転させてみますよ。そんな緑とか違和感ないでしょこれだとなんか赤っぽすぎるけどちょっとこの緑の中に居張るなっていう,こう自然さみたいなのがあ少しこう見えてくるんじゃないかなと思います。 で、こういったところとかっていうところまで、こう、慎重になってみて、えー、人,人体のこう、形の頬骨の位置ってどの辺にあるかなとか、あこの辺っていうのは、こう、どうかなとか、こう、こうかなとかっていう、この色っていうのは、あここがハイライトかなとかっていう、光の方、光源。もちろんこれは僕が撮った写真やから、なかなか皆さんではこう、判断難しいかもしれませんけど、光の光源なんていうのとかも、ちょっとこう、考えながら進めていってくれ、ほしいなっていうふうに思ったりとかします。 えー、ちょっと優しくいじっていきましたけどこういうところでちょっと印象が変わってくるんじゃないでしょうか <laughs> 目なんかもちょっと明るくしてあげた方がまあ、えー、本当に下のこの下のあれが目,目の眼球の球体の方に映って明るく見えることってあるんですよ。 だからそういうふうなこう表現みたいなのをほんの少しだけ眼球の中に少しこう下のあれが映り込んでいますみたいな感じとかをほんの少し書いてあげるだけでなんか球体感みたいなのがちょっと増したりするんですよ。ピュ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 ね、引きで見ても少しこう増したりします。 こういったところを少し覚えられていってみてもいいかなと思います。よく描けていると思いますよ。はい。次の作品です。こちらです。わー、いい作品ですね。やっぱね。えー、この方はなかなかね、いつも本当にいい作品です。えー、北の空さんですね。北の空さんですね。えっ、ー、と、アンスリウムのある生物。キャンバス 15P。 えー、いつも心に染みる、心に染みるこういうのがしてます。えー、ありがとうございます。お盆に飾ったアンスリウムの花が1ヶ月経っても美しく咲いているので、夏らしく透明のあるガラス木などを組み合わせて描いてみました。前回公表していただいており京都の風景などは描かないんですかと言われました。暑さがもう少し落ち着いてインバウンドの観光客がもう少し減ったら絵描きに出かけようと思って、<laughs> すみません。無理な要望を言ってしまいまして。あのー、 ちょっと過去のやつとか見させてもらったら、あのメンバー限定で大きいなんか川かなちょっとこう水、緑のあのある、あれ1 0号ぐらいあれ何か出したんかわからないですけど、あの絵とかもうこう、一般の方とかでお見せすることってできないですかねなんかあれなんかを一般のこう皆さんにだいたいメンバー限定やったら300回から400回ぐらいの視聴回数とかそうなんですけどね、これ一般の方やったら1600とか2000とか行くこともあったりするから、あの作品 品ととととかかかをねもっっこうダーンとかベーンベてて言って僕ちょっとこう、できやんと思いますけど、一回なんかこういう大きな仕事、絵の具を大きくどんどんどんと乗せる仕事みたいなの、なんかね、機会があれば油絵、もう本当にもう古典が終わらんとなかなかできやんのですけど、やりたいことだけ多い。 ね、やりたいことだけは多いというおじさんです。あの、非常に、あの、ここの、例えばすごくこう、密度感のあるところお、みたいなところに対して、大きな仕事みたいなんで、ここなんか下地のこの茶色みたいな残ってるところなんかも、なかなかこう、効いてるなぁと思うんですよね。こういうところになんか茶、茶系の下地みたいな。 だいぶやってらっしゃいました <laughs> なんかそんな風に見えてしゃあないんですけどね。私たちが本当と老人時代とかに本当に上手で絵の具をこうやってこう縫って、また取って縫ってとかっていうことで、で、形の出し方一つでもこう皆さん参考、外側からガンと決めたりとか、まあ内側から決まってたりとか、溶け合ってきたりとかガンと決めたり、この隙間描いてみたりとか、いや、なかなかやってないとできんのちゃう。 かなとこういうところの形の出方なんていうのもこう外側からドンと決めたりとかっていうこととかなんかそんな感じがするんですよね。 なんかだいぶやってはちょっといろいろなんか聞きたいなと思うんですけど僕らの受験前後のあの人はやったらこれぐらいかける人まあクラスに1人か2人をいてでもそういう人たちが大体やめてってるんですよねでもなんか続けていったらなあとこのグレートーンなんかめっちゃ綺麗じゃないですかこのグレートーンのベタ塗りみたいなのはちょっとだけこうまあ難を言うとまあ僕はもうなんかこの テーブル台のズドンと見えたものと、これの、あから落ちた影みたいなものとかを、もうちょっとうまく構成の中に組み入れてあげてもええのかなっていう感じがする。ここのビー玉とかがあって、ここのテーブル台があって、このモチーフから落ちている影とか、もしかしてこう影とかまで綺麗にこうモチーフに参加してきて、モチーフとモチーフの周りの関係みたいなのすごくいいので、その影とかまでさんあの作品にしていくということができたらもっとバリエーション増えてくるんかな。 っていう気がしたりとかしています。 本当にこのグレートーンがこうベタッと塗ってるけど、これ緑に見えてくるでしょ <laughs> そういうの皆さんすごい参考になるんじゃないかなと。で、行って行って本当にこうガシッと置いてる筆さばきもあったりすれば、あ少しこう平らにベタッと塗っているところもあったりとか、あかすらせて描いてラフに描いているところもあれば、ぎゅーっと密度感持ってるところもある。そういうこう緩急の差みたいなのは皆さんの参考にされてみてもいいのかなというふうに思います。素晴らしい作品ありがとうございま ございましたはい次の作品に行きたいと思います。あれどっか飛んでった。今日は飛んでいく日ですね。あと1、2枚。次の作品こちらでございます。こっちの作品ですね。<laughs> えっと、忙しいとこお世話になります。生意気言うようですが最近描けません。<laughs> 生意気ではないですよ。スケッチみたいなものばかりで鬼好評を見ていますが、何、えー、て言うんですか、これ。えー、小分けな何ていうのこれ。なんとか。 気づいている自分がいます。のやをす、えー、のとを整理していたら、あ、漢字ほんと読めへんな。42年前の油絵が出てきました。この頃、泊まりがけで仲間たちと現場で描いたりしていました。今は水彩ですが、油絵もチャレンジしてみようかなと思ったりしていますが、好評をお願いいたしますという。白氷の池、えー、長野大正池、あ、なんか大正池って言っ,て言ったような気がするな。12月13日ということで F8 の なななかなかかけないんですか、まあ、油絵描かれてもいいと思いますけどもなんか油絵難しかったアクリルでもいいしあの透明水彩でもいいと思いますけどあのまあ描けるなら描いた方がいいかまあ描かんでも僕のね人生ではないからですねあのよう分かりませんけどもほんとんか 多分いろんな資料もあったりとかで、この前の人のような感じで水彩するにしても少しこうなんかどめてあげる仕事、あの大きな仕事、えー、絵の具で遊ぶところ、そういうこうなんかちょっと遊んでみたらどうですかなんか書くという気持ちが先走ってしまうとその肩肘張ってしまうけど、なんか透明水彩でちょっと今回は遊んでみることをちょっと重視してみようかなとか、だ例えばクレヨンかなんか100円ショップかなんか行ってクレヨン買ってみてなんか自画像でも書いてみよう かなとかとにかくこうあの無理のない範囲あの経済的にも無理のない範囲でちょっと新しい画材に挑戦してみるっていうのもいいかもしれませんしちょっとこうなんかああのまあ、この絵は昔の絵やから何とも言えないかもしれないですけどて行ってに対して本当にここですよと決めていく例えばこれでこの雪白氷の対象池ですかのところの雪みたいなのをもうバチッとかズバーンとかドドーンとかなんか。 決めてやるぜみたいな気持ち、みたいなのが、絵の具をしっかり混色してですよ。もう、混色ってめっちゃ大事ですよ。ね、でちょっとこの道のところに絵の具がベタベタベタと何箇所か置かれてきてですね、絵の具しっかり混色してもベタ塗りでもいいんですよ。書けないですか生意気ではないですけどね。あの <laughs> 僕はなんとも、ね、その、あのフォローできないというかですね。 こう例えば少しこう、えー、この上に絵の具をしっかり混色してこのぐらいのグレーだぜー、みたいな感じでブリッと置いてみたりとかするだけでこう印象変わりませんかそれは透明水彩とかにしても言えます。なんか言えたりしますので、で、ちょっと細い線かなんかを入れてあげようかなぐらいの気持ちとか、あちょっとじゃあなんかおぎその動画でなんかこんなやっとったなとかっていうことで例えば、えー、絵の具をあれして、えっ、ー、と、 下の絵の具が乾かんうちに、えー、例えば後ろの木々なんていうのも、うん、よし。このくらい、ぐらい、くらいベースを作っておいて、いこのぐらいくらいベース作っておいて、で、ちょっと細い、えー、筆かなんか用意したりとか、不透明水彩みたいな、あ不透明のなんかみたいなで、ね、しょ,しょ,しょ,しょ ッッッッッッとこう決めてやるぜとこう一手一手にかっこつけてやろうぐらいの気持ちでえ少しこう書いてこういうとこね書いてあげたりとかまあそれだけでもなんか絵って意外と成り立ってくるような気がするんですよ。 ちょっとその辺っていうのをなんかこう片肘張って書くというところもあっていいけど、ちょっとこう楽に一回こう立ち返ってみて絵の具で遊んでみようとか、絵の具を混色して色を置いてみろよとか、えー、水彩やったら透明水彩やったら透明水彩でもなんかにじまして遊んでみようとか。ちょっとあ、やばい。だいぶ時間経ってますね。次の作品が最後になりますかね。こちらの作品です。うわぁ、よう書き貼りましたね。すげえね。えー、なんかのポスターになりそうな。 ええと、あ、榊木原康道さん、すごいじゃないですか。今回の、ね、ひまわり畑と、お、八号水彩、え、透明、不透明、えマスキング、こんにちは。自宅から1キロ程度の距離にある、え、こんなとこあるんですね。え、畑に咲いているひまわりを描きました。真夏の太陽の光の強さをひまわりの、おは、は、花、葉っぱに降り注ぐ光と陰陽を使い表現したかったんですが、うまく描けませんでした。 えっと、空の雲、電柱、電線、ひまわりをジグザグに結びつける構図を描く前にポイントにしてみましたが、できる場合はいかがでしょうかよろしくお願いいたします。あの、後ろのこの、なんかこう、あの、電柱、電線も面白いなと思って、なかなかこう、空のこにじみ、水彩いいじゃないですか。 ね、なんか、油絵に近いような、こう、はじめ、えっ、ー、と、みちみちさんは始まって、えっ、ー、と、東京湾かなんかから始まって、で、ペン画みたいなわーっとやってきて、透明水彩らしい透明水彩とか、こういう水彩らしい水彩って僕の記憶ではあまりないんやけど、名前が今まで書きましたっけなんかすごくいい作品やなぁと思いますよ。ちょっとやっぱりその言う通り、僕もこの、あの、 葉のととこに落ちてる影となんかみたいなのをうまいことこうつなげてあげて、えー、もうどうしても今の感じやったら、えー、と後ろの表現と手前の表現が分かれてしまっているなっていうところがあるからちょっとそういうのは気になるかなともう一層ぐらいなんか本当に最後にこう影の色みたいなのをちょ,ちょっとこう置いてみてもいいのかなともう全部じゃないですよもちろんね。 それによって、えー、っと、また、今、そういう表情で今、描いていってますけどね。それがまた、こう、画面の中の空から、こう、つながってくるリズムの延長みたいな感じで、え、つながって見えてくるという。やっぱ、色ついたのもいいですよ。ね本当皆さんね、なんか、いろんなこと、いいですよね、皆さんもね。僕はもうなんかね、締め切りに追われね、えー、大変ですよ。 まあいつものことなんですけどね、僕、計画性がないというか、まあね、えー、ちょっと無茶な予定を立てたがる癖があって、11月ぐらいにちょっとなんか、まあ、すごい忙しくなる可能性があってね、まあ、ちょうど良かったです、個展もなくて。ちょっとこう、暗い影みたいなの、もうワントーン暗くしてみようかなということで、少し暗さを置いてみました。ね、どうないでか、そう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 、ちょっとこう置いてみました。ね、 ペタッとしてるところか、ちょっとまたこう動きが出てきて、どうですかどう見えますかやっぱ自分の思った通り多分そういうことが分かってきているんやなと。でも最終的な、あそこの一歩手前で終わってしまうというところが皆さんで、まあプロのおじさんっていうのはそういうのをしれっともう堂々と一瞬でやってしまうというところが、やっぱプロの仕事なんでしょうね。あのー、ライブ配信なんか見ててもそうでしょしれっとなんか一瞬でやるんですよね。 こう、ぺぺぺっと。で、これだけでもなんかまたね、手前の方とかにも見えてくると。本当にこう、いい空のこう、描き方とか構成とかいいので、ちょっとひまわり、えー、の方、うまいことこう、影とかを利用して見せてあげてもよかったかなと思います。ということで、えー、195回は以上です。では。はい。チャンネル登録、くじくじ